今日はちょっと風邪で会社を休んでしまってて一日で寝ます。一日急に休みになったらめちゃくちゃありがたいけど、何したらいいかわからんっていう、寝るしかないんですけど、ちょっと本読むか寝るしかなくてね。夏髪伸びたな、伸びすぎてるわ。なんかもう最近ちょっと真ん中で分けてるからちょっとごまかしたんですけど、もう伸びすぎてやばい。まあ、この前アマゾンでブラックフライデーがあったじゃないですか。なんかそれでめっちゃ安くなってたスーツケースを買ったんですね。なんか僕が持ってるスーツケース、なんか一応留学用とかのやつでバカでかくて腰ぐらいまであるんですよ、高さが。それで、ね、ちょっと帰省するにはでかすぎるから、なんかもうちょっとちっちゃいの買おうって思って探してたら、写真見る限り良さげなやつがあったからそれ買ったんですね。なんかそれはもともと3万弱するやつがブラックフライデーで5000円ぐらいで売ってて、それは買いですよね。結構楽しいよ。で、その写真を見たら商品のなんか外国人のモデルさんが使ってて、まあ、それ高さそのモデルさんの、まあ、膝ぐらいの高さなんですけど、まあ、結構ちょうどいいやと思って買ったんですね。そしたら届いたんですけど、実際箱開けてみたら僕がもともと持ってるそのバカでかいスーツケースとほぼほぼ変わらんサイズやって、でおいふざけんなよみたいな、全く同じサイズのやつ2個もいらんてって思って、なんでやって思って見たら、その高さとかちゃんと見てなくて、そのモデルさん、その外国人のモデルさんが、まあ、身長多分190センチぐらいあるんですよ。で足めっちゃ長くて、その人の膝の高さやったから、もうそれはねでかすぎて、なんか僕なんかちゃんと高さとか見てなかったアホやなって思ったんですけど、写真も写真でね、ちょっとすごいちっちゃそうに見えたから、ちょっと引っかかっちゃいましたね。ほんまにアホやなって思いました。今からまた帰省用にね、まだちっちゃいコンパクトなサイズ、ほんまにちっちゃいと探さなあかんんですけど、めんどくさいなって思う。ご飯は最近ずっと鍋ばっかり食ってて、野菜取れるし手間がかからんし、片付け楽やし、で美味しいし、もう楽すぎて鍋ばっかり食ってて、3食ずっと鍋って日も普通にあるぐらい。その鍋何がいいって言ったらあれなんじゃね、なんか余ってもなんかだしとか余っても炊き込みご飯とかに使えるからコスパがいいよね。1回の料理で何食分も作れるから、コスパ良すぎてもうそればっかりずっと食べてて、このキムチラーメンもキムチ鍋ラーメンもまあその派生系なんですけど、楽でいいですね。体調不良とはいえ月曜日仕事行かんでっていうのは精神的にすごい負担が軽くなりましたね。週末も基本家にいるんですけど、たまにね土日のどっちかは外に出たりするんですけど、もう出かけるたびに体調崩してて、なんか人混みがもう苦手すぎて、なんか途中で頭痛くなったり、最近古着屋巡りの動画とかをね撮れてないのは、まあ、結構それで、なんか服見に行っても人多すぎて寄っちゃうんですよ。でまあ休憩とかで入った喫茶店とかで、まあやっともう冷たいものばっかり頼んでちょっとお腹壊したりしてて、ね、遊びに来てるのに本末転倒みたいなことばっかりなってて、電車もねちょっと着込んで乗ったら暑いし、せっかく買った服どこに着てくねんって話なんですけど、そんなんもあってちょっと土日にね息抜きのはずがちょっと息抜きになってないことが結構あって、だから最近その部屋で撮ってる動画ばっかりなんですよ。公園とかで動画撮ったりしたいんですよね。まあちょっと体に負担のない範囲で動画作りを続けていきたいと思います。なんかそういった点でご飯食べながら喋るっていうのはもう生活の一部やからすごい楽ですね。あと筋トレとか、そういう感じでちょっと無理せず続けていこうかなって思います。今日見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録
よろしくお願いします。高評価もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。